ですよ,よいお年をやばい2023年どうでしたか皆さんめっちゃ早かったですよねあっという間すぎへんかった私はお世話になりましたこちらこそですほんとカルちゃんハートありがとう年越しそば食べてないです 昨日の前、ね、お疲れれ様でしたありがとうございます見てくださりましたか皆さんありがとうございましたジオンはあのー、何出たっけなタラさんハートありがとう孝人さんもハートありがとうふうくんマリアちゃんハートありがとう尊いもこれは何オレンジの絵文字さんありがとうございます インボ謀ジオモールの編集ありがとうこちらこそ見てくださったんですね早いですねあゆ太郎さんたかひとちゃんハートありがとうトラちゃん良いお年ありがとうれいなちゃんハートありがとう勝石さん雪だるまありがとうそうちいかわとフルーツパーラーと7基のやつとかねいろいろ出てましたね 健一さん、ひろさ,さん、ハートありがとう。ようじさん、よいお年はありがとうやばい。いっぱい、久々にギフト読んだな、全部。いっぱいや。うとハートありがとう。うちにお世話になりました、こちらこそですよ。なおさん、なんだこれ。年越しみたいな、爆弾みたいな、ありがとう。わかちゃん、もありがとう、ハート。<laughs> うるねえまん、もうすいません、間違えました。ミスですね。まあ、宇宙に書いてあったからね、そのまま。 ひろまつさんハートありがとうございます覚悟しといて覚悟したくな今年もジュンちゃんをして楽しかった嬉しいですめっちゃありがとうございますまさきんぐさん爆弾みたいなありがとうそう得意の卵スープねあの披露できて嬉しかったこよりんのぬっこさんハートありがとうみとちゃんもハートありがとうたやーさんタコありがとう たまにしか来れんくてごめんで全然ですいっぱい会えて嬉しかったです小梶四雄ありがとう野原スケノのケさん風くん健チさんハートありがとうミッチーさんもありがとうハイドさんシンシグさんよいお年をありがとうあんりちゃんダルマありがとうダルマさんが転んだデビルデビルノイドさんハートありがとうナオトさんレインボースターありがとうそラストなんでねちょっと読もうと思って読,読もうと思ったんですけど ちょっといっぱいでありがたいことにねおさむさんよいお年をありがとうただくんあとありがとうルームスこめへん来てない今日中今日中にほんましますよ本当、トマジでしますマジで本当にさっきもご飯食べながらも <laughs> ずっとやばいどうしようと思ってもう曖昧場にねやってね豊光さんあとありがとう フレーム誕生日も住んでるところも全部覚えてもらえて光いですめっちゃおもろいやん超やばいやつみたいになってるからやめて <laughs> 上田和樹さんハートありがとうサササさんササさ,さ,さ,さんサー多いなよう年はありがとうあさりちゃんあさりさんあ音符ありがとうくちゃん爆弾みたいなありがとうじっちゃん来年からよろしくお願いしますこちらこそ来年はねいっぱい会いに来てくださいね一応ンしにもなってください 卵スープめっちゃ美味しかったですよ27日にジオンちゃんとはじめましてしてジオンモールも入会しましたありがとうございます嬉しいジオンモールまで入会してくれてありがとうございますジオンのおかげで楽しい,一年,に楽しい年になりましたありがとうこちらこそ楽しかったいっぱいあえて良かったです2023年はジオンちゃんに出会えたので最高の年になりましためっちゃ嬉しいです本当ありがとうジオンも嬉しかったよ最高な1年でした に会ううってていう楽ししみで人 1, 1年目頑張れましよかったほんまにまたいっぱい会いましょうね2024年も2024ってやばいですねキゃー1年けどね今年が早すぎたから来年はねなんかもうほんともっと楽しもうと思いますりょうさんりょうはあとありがとうじゃんじゃん料理できるの偉いなありがとう人狼の MC もバッチリやったね全然やろ 全然やでこの前久しぶりに会えてよかったほんまにな嬉しかったびっくりした本で見たから嬉しかったまた会いに来てくださいねタヌトンタンさんハートありがとうキクリンさんハートありがとうジョンちゃんの公式 YouTube の登場率高くないマジですかそんないたっけ <laughs> 何確かに N も出てるし人狼ゲームもねこの前中川のメンバーでやってたんでね まあと人狼はねジオンの携帯のアプリでやってるんでだからかな「カニさんなんかあの紙、ー、吹雪みたいなやつありがとうございます」「金と銀の金って銀ってみたいな「ラオウさんよいよお年をありがとう今日中今年中」って言ったそうです本当やばいですよね」「マジで間に合うかな」 楽しい一のありがと、ね、こちらこそ本当にありがとう。来年もいっぱい会いましょうね。今年はマジでジオ,ニジオン,ジボンに救われた一年やったらよかった。来年はもっと会いましょう、絶対。楽しめますよ、ジオンを押したら。ナオトさんハートありがとう。カニさんもありがとう。ヤジさん結婚してのギフトありがとう。 頑張ってください、頑張ります、ありがとうございます、24年も楽しめざして頑張ります、お願いします、来年こそはね、のしんさん、よいお年はありがとう、ね、ジオンに会いたい早く、ね、この前27日会えへんかったしな、来年はもうすぐ会いましょうね、<laughs> しんさん、金手銀手ありがとう、ジゅンちゃん、自己紹介の時16歳って聞いて横転 <laughs> 横転 <laughs> 横転じゃないの、これ、横転って読むの あ、27日カらト生一致しましたね。なるほどねってなった。ジオンちゃん、同い年です。いつも可愛すぎる幸せありがとうよ、いを。え、同い年なのありがとうございます。同い年っていうのがね、めっちゃなんかびっくりです。嬉しいです。ありがとうございます。またぜひ会いましょう。よいお年をありがとう。こちらこそね、見つけてもらえて幸せです。本当に。たくさんの方に。 北九州行ってサウナに行くいいねサウナ北九州もいいねそうですねインスタねちょっと今まで手こずってるので来年になりそうなんですけどまあ今日が今年終わりやからそっか <laughs> そう来年になりそうなんですけどね本当にすぐ始めれるようにねもう早く作ってやります待っててくださいりょうわんくもありがとうくまありがとうルパンルパンルパン お花ありがとうハートも2023は簡単にまとめるとジュンのことが大好きな一年でしたよかったありがとうございます来年はもっと会いに行くから待っててマジで待ってますよほんとやめっちゃ目かゆいたまに白目ん中かゆい時ありませんだからほんまかこうと思うんですけどめっちゃ痛いんですよね <laughs> 恐怖映像やろ今の 来年はジオンちゃんと仲良くなりたいですなりましょうよなりましょうなりましょう覚えたし来年もっと早くなると思うですよね今年こんな早かったらなみんな頑張りましたねルートルートさん銀手金手ありがとうインスタほんまにいつからないのねちょっとまだ分かんないんですけど待っててくださいほんとすぐ始めるんでごめんなさいほんとカッパさん あとありがとう嬉しいです今から車で大阪向かいを向かいながら年越しするとなんでなんで大阪来るんですか <laughs> 新春入るの入らへんか当たったんかなわかんない向かいながら年越しって一人でですかこかじ誰もありがとうだるまさんが転んだきたの第一やよ年をありがとう ネームビーさんはもう16人で劇場公演せえへんのそうですね今のところはねチームの公演が10人公演なのですぐにはねあるかどうかはちょっと私も分かんないんですけどいつかね私も16人公演したことないのでしてみたいなとは思うのでねいつか来るかもしれないですしねそんな日がジョンさんはんで JK なのに関西弁な JK JK で逆にか、J 標準語とかある <laughs> 兵庫兵庫に住んでるからかな兵庫と大阪とかどっちも関西弁とかやしただくんハート3つのやつありがとう今年楽しすぎたね7日公演始めてきたらいいな確かに来てほしいねすぐに来てほしいからね届かへんかったなんか置けるやつあると思う 今年もありがとう来年も会い,に行きますいっぱい待ってますねヤホーありがとう忘れられてるかなとも思いながらお見送り向かった何でよ公演中もさいっぱいやったのに2023年ありがとうございましたこちらこそありがとうございました来年もよろしくやでよいお年をこちらこそよろしくお願いします来年もねいっぱい頑張るんで応援お願いしますよいお年を 来年は N シップ乗りたいわ確かに来てほしい出航しに来てくださいぜひおーいおーいジオンしたら楽しめるほんまそれ <laughs> ほんまにありがとうございますそう思ってもらえて嬉しいですね皆さんからも7日ジオンちゃんはじめできますようにわっみんな言ってくれるな来てくださいぜひ昼夜やっけね夜はあれか 年内最後の公演に行けてよかったよかったありがとうじこちゃんってめちゃめちゃ記憶力ええようなそうですね記憶力だけはちょっと取りエでやらせてもらってます <laughs> すぐ名前と顔覚えちゃうんでね皆さん覚悟しちゃってくださいよ2024年もいっぱいあいますようにこっちこちらこそですほんといっぱい会いたいです会いに来てください是非ハートの脱出ゲームの時に「レスレスなんちゃら」って言ってた何や <laughs> いつの間にか推しになってましたね魔法かけた魔法かけたで嬉しいですこれからも是非お願いします <laughs> ゆうなちゃんハートありがとうジオグラム <laughs> ついに始まるか <laughs> 始まるかもしれないですねれいなちゃんレインボースターありがとうハートもありがとう さんね、来年からいっぱい柔活動するかよろしくねこちらこそよろしくお願いしますいっぱい会いましょう来年そうですね楽しい一年で笑顔の一年にねしたいですね次の公演入る世界よろしくったい公演ダウンは1年ぶり次の公演って1月1日ですか <laughs> 最近目の開ええ食い花うなのかなこれって怖いからめっ確かに怖いですよね ポニーハはな、三つ並んでるってありがとうございます。久々やね。さっき年越しそば食べました。お、いいですね。年越しそば。白玉、白玉さん。銀って銀ってありがとう。五人で友達たくさんいるから <laughs>。そうなんですね。いいですね。みんなで年越し、楽しそう。 ジオも混ぜだるまさんがコロナ聞くと TGC を思い出す確かにずっとないっぱい見てたし皆さんがね応援してくださったのでそれも今年やったって思ったらね超早く過ぎましたね公演以外ジヨンちゃんに会ったことないですじゃもうぜひ来年2024年はね会えるように待ってますね 元旦公園キャンマッチ当たったから行ってみるおキャンマッチでもいいですね <laughs> 入れるように願っておきましょうハルキさん、ハルキ、レインボースターありがとうハットさん良いお年をありがとう2023もチヨンちゃんにたくさん幸せもらえて楽しかった2020年もよろしくねこちらこそよろしくお願いしますありがとうウーバーハートありがとう 兵庫関西弁強めらしいそうなんや兵庫の方がなんや大阪よりすねドラさんあとありがとう兵庫の橋の方は関西弁なの橋の方ってど、ね、ういうこと今年1年ジオ,ジオちゃんを教えて最高に幸せでしたこちらこそ押してもらえて幸せでした来年も おせち食べたおせち食べてないですね。のの女子好きだよありがとうございます。体調が悪んで、ね、公園入れなかったのだけが心残り、来年こそはたくさん会いに行きたい、ぜひ来年はね、体調をね、よくして、いっぱい会いに来てください。待ってます。もう15分だったの早すぎ。<laughs> ハートのびっくりマークさん、レインボーストありがとう。両腕よいお年をありがとう。 ランディさん雪だるまありがとう今年からジオンもおしましさせてよかったわーよかった嬉しいですそう思ってもらってね嬉しいしいっぱい来てくれて嬉しかったです今からカラオケ行って深夜深夜ユニバーえっ深夜にユニバー空いてるんやすごいいいなこれ乗ってってのあるえっリドリしかかたんくないあと1月ぐらいにスパイダーマンも終わるらしいしぜひ乗ってください <laughs> っけどのオンの狼とプライド見るまでは NMBO と続けるよもし見れたらやめるってこと多いダメですよ記憶力分けてください受験生やばい,いやけどテストとかってなったらほんまに記憶力も全然発揮できんからよくない <laughs> そう知音たんショールーム初めてくれたうわうれしいありがとう年末にね 大晦日初めてショールールムっ,てめっちゃいい記念日やん <laughs> 今日は何食べたの今日はね何食べたっけなうん映画行ってた今日映画行ってたからあのチェロスとあのポテトちょっともらってなんかチキンナゲットみたいな唐揚げみたいなやつも1個もらった脳 <laughs> さん水色の雲ありがとう水色の雲かわいすぎんこれ超可愛いありがとう ハートありがとう公園行ったら見つけてくれて嬉しつけいつ公園行けるかなもういっぱい待ってますよ来年はいっぱい公園でもああいうことを願ってます明日た元旦誕生日ってすごくないそれゃ元旦公園入,入りたいわな <laughs> みんな入りたいけどな人一倍入りたいんちゃう えすごい元旦誕生日すごいなおめでとうね早いけどおめでとういい一年にチコち,ちゃんって花粉症の花粉症じゃないと思いますジョンちゃんが世界一好きになる魔法好きになれ <laughs> こういうのほんま苦手なんですよもう苦手やからねちょっと下手なんですけどもう世界一好きになってください <laughs> なって 同い年でしょ7日は昼も昼と夜どっちも応募してますわ待ってます当たること願って反省しよう賞しようレインボースターありがとう来年狼が見たいですもうぜひ見てください見に来てくださいいっぱい記憶力抜群の樹音に忘れられないうちに公園行かないとな忘れへんよ絶対かなちゃんレインボースターありがとうキャンちゃん キャンちゃん、爆弾みたいなの、ありがとう。パイノミさん、ありがとう、ありがとう。ありがとう、ありがとう。なんか2回言ったみたい。ありがとうのギフト、ありがとう。明日公演がたったので会いに来ます。うわ、すごい最強の運の持ち主やね。一年になりそうですね。<laughs> 待ってますね。ジョンちゃんの名前の由来は、 初めてママが初めてジオの心拍音を聞いた時に神様からもらった音っ,って思ってジオになったらしいですそう結構ねすごいですよねシンジさん良いお年をありがとう大人になったねありがとうございますこれからももっと成長できるように頑張ります前髪がちょっとねあの変すぎるんですけど許してください ちちっっゃんのおかかげでで名古屋やクリスマスマコンサート行けてよかったですありがとうございますいっぱい,いに来てくださって来年もねいろんなところツアーとかも行けたらいいなと思うしいろんな県いろんな国 <laughs> 国国は国かそうい,けいろんなところ選抜として行けたらいいなと思うので選抜入れるように頑張りますたーくんハートありがとうカニさんよよ年はありがとうハイドさん年越しそばありがとう そろそろ年越しそば食べますねいいですねおさまさん年越しそばありがとうあ、マイク触ってたかもごめんなさい <laughs> すいません今年は TGC 行っし TGC も行ったし握手会も参加できたし公演も入れたのでいい一年になりました良かったですいっぱいに来てくれてありがとうございます TGC もね楽しかった カジュピン、誰もありがとう、誰もさんが転んだ。今日はすぐにサイレン、サイレならないですね、兵庫帰ってるんで。シンジさん、ハートたくさんありがとう。やっぱ音聞こえてなかったのか、さっきまで。ごめんなさい。明日はカニ食べるよ。いいな、カニ。いいですね、1月1日から。ゆうちゃん、誰もありがとう、誰もさんが転んだ。紅白見てる、さっきまで逃走中見てました。 2024年はモチベータ持って毎月会いに行きます何してたんですかこの間まで水の中入ったやばい水中やもう渡辺さんレインボースターたくさんありがとう一年あざすまた来年こちらこそありがとう来年もいっぱい会いましょうね N 来てくださいねロックさんハートありがとう鈴木一郎さん銀太銀太ありがとう ハリリド分待ちたたくじゃなかったらなるありさすがとう <laughs> になないこと願っとこうすごいねあの年越しユニバーってあんのめっちゃいいやん行きたかった <laughs> 映画何見たのあのお花あの花が咲く丘でまた君と出会えたらみたいなやつ戦争の感じのやつなんですけど感動でしたね 今年ジオンちゃんに会えたことが一番の幸せなんかそう言ってもらえてすごい嬉しいですありがとうございます今年はジオンに出会えて楽しい一年でした来年もねジオンも楽しかった来年もいっぱい会いましょうね一週間全部がジオンならいいのに <laughs> 来年こそは個別握手会しゃべ会とか行きたいと思いますわ来てくださいぜひ待ってますねしっかりご飯食べるんだよありがとう 来年は絶対ジオンちゃんに会いに行く。え、嬉しい。ありがとう。会いに来てください。ぜひ。待ってる。嬉しすぎ。狐ちゃん、ハートありがとう。1月7日はの,の、初出行の日にしてください。<laughs> なるといいですね。願っとくわ、ジオンも。梅、ハートありがとう、だくさん。はじめまして。好きになってしまいました。はじめまして。<laughs> 好きになってしまいました。ありがとう。嬉しい、めっちゃ。 1>, 1月絶対にっぺ行くねマジで来てマジで待ってる覚えてるからねすっかり一大好きですありがとうまた会いに行くね覚えてくれてるかな覚えてますよ忘れることないよジョンちゃんに忘れられる前に公演行きたい噛んだ忘れないですよジョンのオカミはめちゃくちゃかわいいありがとう7日申し込んでお待ってる嬉しい セルジュル・タンスさんかわいいありがとうかわいいなギフト未来ちゃんお花ありがとうそういえばジオン前髪切ったんそうこの前ね切ったんですけどジオンはあのまた流したくなりました <laughs> 7日あったらジオン倒しやなその日はってことですかアルゴンさん良いお年をのギフトありがとう 来年はモデルのイベントとか出るのを貯金しとかないと今すぐにはね出ようとは思ってないんですけどなんかそのモデルとかもねやりたいとは思うんですけど私はねちょっとあのお話し会とかの方この前はね期,期限期間が被ってたりしてたのでそうちょっとねやめたんですけどまたいつかそういうなんか機会があればなとは思うんですけどそんなすぐにはね決めてないですね。 7日の公園入るか誕生日終ってもらおうと7日いつ誕生日なんですかルームスコメ編ありがとうこちらこそ遅くなってごめんなさい神社に行ったりするの1月年明けてから行くかもしれないです年越しの瞬間とかはね行こうと思ったんですけどなんか一回昔行ったことあって人多くてやめようってなって家でみんなで桃鉄しようっていうことになりましたあれはね 配信でね多分あると思うんで今日順は出ないんですけどそう「ジーナ話の式でり」やばかったあれめっちゃむずかった <laughs> 初めてじっこちゃんの名前の由来知ったけどすごい運命的な名前あったのそうですねいい名前亮介レインボースターありがとう来年来年会いましょうノブさん 年越しそばありがとう。いっぱいいろんなとこ行けたらいいね。そうやね。もういろんなとこ行きます。来年はじっちゃんもっと会えたらいいね。マジで会いましょうね。絶対。待ってます。2023全部マジでありがとうございます来年も最高の一年にしましょう。しましょうね。絶対。楽しい一年にしましょう。てんくる冠ライブまでして、そう。この前、ね、話して、もうね。 この辺ぐらいにしようというのは決めたのでお楽しみにって感じですね。北たの大地よきだるまありがとう。正月初詣行きますよ。2345ぐらいの中のどっかに受けたらなとは思ってます。特に決まっ,決まってはいるけどって感じですね。<laughs> 来年こそは楽しみにならないように頑張ります。逆に いいいや楽しでいいんでんすよ私はその方がすごい嬉しいし <laughs> 無理に作らなくてもジオもみかんもスキラムシーのえプレゼントできたあの見ました壁に貼ってあって見ましたよ嬉しかったありがとうあの花見て泣いてないえあのほんまみんな感動するって言ってて感動したんですけどなんかちょっと難しくて難しくてなんかあの 泣くほどまではいけなかったんですけどなんかうるうるは来てました <laughs> じゃあ今から車で大阪もかんでバイバイよお年をちゃんと一応してありがとうね用お年を楽しんでね渚卒業公演前髪短かったのにもう伸びて伸びてえなんかまっすぐにしたらあれなんですけどあの時ポニーテールしてたから余計にあのこの辺頭皮が上がってあのこ,うこうなってて。 ちょっと短くなってたんですけど今はもう今は下ろしてるんで下ろしてたらねこんな感じでした前もだから言って同じぐらいかな今年も自分の中で足当の女神はじいちゃんでしたありがとうこちらこそいっぱい会いに来てくれてありがとうございました今年は劇場で33回ジョンソンに会えたの、ね、来年はそれ以上会いに来ますうわ待ってますいっぱい会いましょうそう福山 さんが歌歌,歌ってるやつですめっちゃ声いいなと思っためっちゃあの映画にもあっててなんかすごかった感動超歌詞見てたもんジオンあの最後あのエンドロールみたいなんで流れるじゃないですかあの横に歌詞が歌詞の歌詞が書いてたんですよそれめっちゃ見ちゃったなんかその映画に超合っててすごいなって 劇場公演終わりに街中でジオン見たけどホールすごか,かったやばいはず絶対超気抜いてたやん顔 <laughs> やめて <laughs> ありがとうコンソメさん年越しそばありがとう年越しは友達過ごさないの、ね、過ごさないですね今まで多分過ごしたことないかも友達となんか過ごしたいなと思ったことあるんですよみんな過ごしてたりするから友達で集まってけどジオンはもうお家でぬくぬくしてます <laughs> あのー、あとそうやねみんなであのお家でお話ししたりしてます <laughs> ねえあつで初詣行って今にジオンのこと書くから見てなオッケーなんかでぜひ見させてください来年も一週間全部がジオンならいいのに <laughs> もうお願いしますぜひいっぱい会いましょう来年もそば食べるないいねそばウラジオン国民 来年は表ジオン国民になってください。<laughs> 2023年、ほんまありがとう。よいよお年を。こちらこそ、ほんまにありがとう。よいよお年を。2024年は、一回でも会えることを待ってます。願ってます。スタバのほうじ茶飲みたい。ジオン飲んだよ。飲んだ。美味しかった。けどジオン、なんもない。美味しかった。<laughs> 4月の誕生月に入りたいですねもうぜひいっぱい待ってますよ4月の公演も全部申し込んで <laughs> どれかは当たると思うから <laughs> まだねど何日にやるとかほんま何も決まってないけど <laughs> 今年の「ジオンサメ」は渚笹を使う来年の「ジオン始め」は「ヒー生徒になりそうや」わ。どっちもあかんやん <laughs> どっちも違う人がメインのあれなんですけどねけど会えて嬉しいです来年もね会いましょう7日もう入れるって決まったまだやんなケイタンさん良いお年をのギフトありがとうじこちゃん前髪伸ばしてケイティ的な髪型したりせんそうやねなんか普伸ばしてなんかこういうなんか七三分けみたいな感じの やってなんんか巻いいたたりしたいんですよけどなんかアイドルなんで <laughs> アイドルなんでなんかプライベートやったら下ろしたりするからいいんですけどなんか公演とかそのコンサートとかはなんかやっぱあげたりいろんなアレンジハーフツインとかもそうやけどいろんな髪型したいなと思ってるからなんかそうしたらなんか,なんか合わへんなーって自分はね人によってあるじゃないですか合う合わんも。 それかジュンはなんか難しそうやなと思って完全に伸ばすのはやめようと思いますねアイドルでいる限りこの前の公演どこかできそうのしゃがんでる時に目の前にいてドキッとしました知ってます私も見てましたよ七7日の公演当選すれば会いに行きます待ってます当たること願っていちごの日が誕生日えめっちゃいいやん運命的なあれやね いいな1月5年おめでとうしたいね7日の公演でゆうさんハートありがとうありがとうございます人バスケえあれほんまに辛かったんですよじゃあ,あのあとそのまま牛乳も持って帰ってあの配信その日がちょうどなあの生配信の日やって29日でそのままはあのスタジオの方まで撮影場所まで牛乳もらって残り いいって言ってて言くださったんで逆になんか誰かいらんみたいな感じやったからもらって飲みました <laughs> そうじゃエラーがね何回も起きてたんですけどそう <laughs> 会社でなんでそんなに大阪行ってるのと聞かれ高校の同級生にジオン国民さんって呼ばれ始めたしめっちゃおもろいやんすごいいいですねその友達とかまでさ <laughs> 覚えてもらえて嬉しいです 何年も公園いっぱい行くぞ待ってます、いっぱい。いっぱい待ってます、本当に。この前の公演で半年ぶりにジオン見れて、よかったありがとうね、こちらこそありがとう。気まずいとか言わないでくださいね。<laughs> めっちゃ楽しかった。逆に楽しかったピオラーやけどジオンちゃんの道からやらっためっちゃ嬉しいです。ありがとうございます、ピオラーさん。ぜひまたね。 N コアにも会いに来てください。来年大阪行きたいぜひ来てください。どこの方ですか東京とかじこちゃん倒しない方がいいのそんなことないですよ。倒しの方が私めっちゃ嬉しいです。<laughs> このあとルームスルー今日はねショールームだけにしようかなって思います。45分ぐらいで終わろうかなって思います。シオンシオンシオンさん。夜、えー、お年用のギフトありがとう。 今年100回はコイったのそんなそんな来てくれたんありがとう <laughs> 大阪向かってます大阪に何しに来るんですか今日2回まで踊ってくれたの爆発的でした大感謝あの本当にまたみたいな何やったっけ A2G みたいな、うん、が頑張って覚えるな <laughs> 待っててナチュラルでもオーラすごい印象絶対そんなことないですよけどめっちゃ嬉しいですありがとうございます <laughs> <laughs> 出たキングボンビーとミニボンビーだ <laughs> あのさっきはやくほんまに始めたてでだから キングボンビー見たんですけどミニボンビーまだ見てなくてけど顔はミニボンビーの方が好きですキングボンビーひどいあんなき借金しまくらせてねえほんと怖いですよサイコロいっぱい <laughs> 来年はジオン国民の認証をもらえるかなもらえると思うで <laughs> 楽しいのままでいいんやで全然止まっちゃった戻ったか やばいあの電話かかってきてさっき <laughs> あのー、一番上まで来ちゃったごめんねさっき途中まで読めへんかった途中の方からちょっとすこう一番上まで飛んじゃったから読めへんところ多いけど足しびれてないしびれてない明日全員メンバー全員のメイクあるからめっちゃ早きらしいねそうですねけど 思ったより早起きじゃなかったから嬉しいジュンからしたらめっちゃ早起きなんですけどね <laughs> ジュンちゃんからパインパインやもったいなくて食べれないんですけどどうしたらいいですか賞味期限切れるまでは取っとってもらっていいんですけど賞味期限切れる日までには絶対食べてください <laughs> てかじっこちゃんって一般の友達とおるのええっといないと思う ってましたか <laughs> あ、追いついたここまでやったな <laughs> ここまで読んでく追いついたごめんこの前の公の時に言い忘れたこと言うわ OK ようあ良いお年をあ良よいお年を忘れてたね確かにありがとううとまありがとうこの間公演2列目でチョンタンとたくさん目当てドキドキした嬉しかったよありがとういっぱい来てくれて。 ラジオパーソナリティやってどないでしたえめっちゃけど楽しかったですねやっぱいろんなねコーナーができていろんな企画をたくさんのメンバーとできてそうですね後輩ともねいっぱい喋れて9期生の子とかもう話せて先輩もね数人来てくださって <laughs> けどその後からのジャンルがめっちゃより楽しく感じますね すごい前まではやばいしっきらないと頑張って回さないとっていう頭いっぱいあったんでだからなんかほんま最近のジャンルでは覚醒してます <laughs> ルームス管理ー検討してますってかしますうわ嬉しいしますって言いましたよ <laughs> 待ってますね嬉しいやった来年は新しいことするからすぐに行けんけど仕事落ち着いたら会いに行くね待ってますぜひ来てください新しいことするの頑張ってね 女神はゆきのさん誰でしょうねお楽しみにですね。今年は何位やったのか。誰が何位に入ってるのか。女神、上位に入ってるのか。ドキドキですね。来年は頑張ってジオンちゃん楽んしになるの、ね。言ったで。言ったからな。お願いしますよ。時間見つけてまた顔出すかい忘れんといて。忘れるわけなくて死ぬ。<laughs> 忘れへんよ、絶対。 ありがとう。待ってます。来年は順当に認知もらえるようにたくさんお話会行きますね。うんおかしい。ありがとうございます。今年はライブた盛りだくさんだったよね。ね。めっちゃ多かったですね。だから早く感じたんかな。めっちゃ楽しかったです。ほんと、全部。けどやっぱり。 その選抜やったら歌わりとかもあったり前の方で歌ったり選抜だけで披露する曲とかもあるのでやっぱ来年はもっと前の方で披露できて歌わりもたくさんあるくらいまで頑張るので待って,てください来年は劇場つくい月1目標お願いします月1で待ってます月一では絶対で約束でお願いします明日ゆきあほんまや明日からですよ雪菜のパーソナリティ 私がね一発目なのでジオンとマイちゃんと3人でやりましたトゥインクルと N がね一緒のメンバーなのですごい楽しかったです今年はジオンのおかげで NMB のお宅に戻れて嬉しかったですジオンのおかげなのかなありがとうまたジオンにも会いに来てくださいねよかったよけど NMB に来てくれて X でポストしたりしてるのを検索して見てくれたりします見てま,見てますねカメのジオンってついてたら マジで見見まますすよ全部見てますサッタンさんやだお年はありがとういや明日何時かないえ何時かはちょっと言えないんですけど <laughs> 思ったより早くなかった7期生って意外に先輩の方だもんね確かに結構ねその辺まで行きましたね早いですね公園の日は兵庫から通ってるの大阪一人暮らし個人情報だったらごめんね日によりますね <laughs> 詳しくはねあんま言えないんですけどね。<laughs> 元旦公演頑張ってねありがとう。頑張ります。ぜひ見てください。来年ジオンの絵を描くニーズあるかなニーズって何や是非 <laughs> ぜひけど描いてください。楽しみにいつも見てるので。ロンドベルさんロンドベルさん。爆弾みたいなやつありがとうございます。 衣装店え、決まってないんですけど本当にマジで行きたいなって思ってます本当に実はジオンディ大好きだったほんまに嬉しいありがとうございますまたねジオンもパーソナリティすることはもうないと思うんですけどもうジオンが出る回にはねもういっぱいお便りお願いします <laughs> 今年はトーク力の成長をめっちゃ感じてる絶対嘘 <laughs> ほんまに けど嬉しいですめっちゃありがとうございますもっとねもっと話せるように締めとかもちょっとあのリピート機能にならないように <laughs> 頑張ります最近ジオンレディめっちゃ聞き返してるマジありがとうございますあの TikTok にねジオンレディ載せてるんですけどそれあのプレイリストみたいなの作れてまとめたのでぜひ見てください スピンのやつとかもあってほんまに恥ずかしくて消したいもう消すか迷ったんですけど <laughs> あのプレイリストにして見やすくしたのでまとめてみました27日の公演めっちゃ楽しかったかわいいジュンちゃんまた会いに行くね嬉しいありがとうございますいっぱい会いに来てくださいジュンにお話し会で見せたやつ送ったわっ何ですかなんやなんや見ます 今年はジオンのおかげで楽しいお仕掛けできましたありがとうございます次はぜひ先末に頑張ります実写なら大丈夫ありがとう来年はジオン短押しになれるかなもうぜひお願いします短押しで <laughs> お願いしますよ来年の抱負はジュンちゃんと仲良くなるなりましょう叶えよう絶対さっき雪乃ちゃんも明日からやって言ってた <laughs> 本当に雪乃が面白くて仕方ないのでぜひみんな聞きましょう オモテツアールド買って友達としてるそうなんいいですね楽しくないめっちゃジョーも今日初めて始めたけど初めて始めた初めてやってみたけどめっちゃ楽しかった来年こそは全身タイツ全身タイツやるのやばいって <laughs> 元旦声で十0期星ありそうに、ね、うわ確かにもうけどね一年経ったんか9期生もどうやろうなドキドキですね また後輩が増えるかもしれんし増えないかもしれないんですけどもしねけなんかお知らせとかあったらもうドキドキやから簡単声は DMM 最前列でジオンをいますありがとうぜひ見てくださいれ来年こそはジオンちゃん推しになりますわなってお願いしますいっぱい会いたいよ <laughs> 年越し瞬間飛びますす当たり前ですよえ年越し瞬間何してたあ地球いなかったって言うからジオン <laughs> 超たまにいますよねこういう人小学校の頃とかよく言われてたもんジオ <laughs> リトマルルさんハートありがとうありがとうございます じっちゃん最近先輩の風格出てきたマシですか恥ずかしいなんかちょっと生きてないですか大丈夫 <laughs> 大事なことは2回やった方がいいからリピート OK やでありがとうございます優しくてよかったみんなが <laughs> 2023ありがとうジオンを押していろんな人に出会えたよよいよいよよかったですありがとうございます来年もあのぜひねちょっとでもまたジオンを <laughs> 押してください <laughs> お願いします でもっと仲良くなりましょうあの略しすぎて「時短」って言っても出るしな <laughs> 身長伸びた伸びたんちゃう分かってないけど次のシングルいつ発売いいからね分かんないドキドキですねほんと怖いきのちゃん子供じゃないからジャンプしないらしいようわうわだるいだるい <laughs> 雪の匂い、愛しく何してたー？って <laughs>。ということでね。もう45分ぐらいになってきたので、ちょっとあのね。ランキング読んでいきたいと思います。行きます。13位北の大地ありがとうございます。12位ハットさんありがとうございます。11位。ウジさんありがとうございます。10位ハートのびっくり！マークさんありがとうございます。

皆さんとの大晦日に、ね、お話できてよかったですたくさんねあの感想ななんだ2023年のことをあの言ってくださってコメントたくさんくださって嬉しかったですありがとうございます。2024年も頑張りますので応援よろしくお願いします。では皆さん良いお年をですね。 本当にありがとう。またちょいちょい下げてきます。待ってます。笑うかわいいぞ。ありがとう。いっぱい笑うね。そろそろ時間、そう。ああ。よいお年を、今年もありがとうね。こちらこそ、16日のフェスの出演メンバー、まだ決まってない。全然わかんない。決まってないんちゃう多分よ良いお年をお迎えください。またね、またね、ありがとう。配信ありがとう。こちらこそ、見に来てくれてありがとう。1年半もありがとうね。良いお年を。ありがとう。こちらこそ。 配信ありがとうな見てくれてありがとうあ今日も早 <laughs> 一人なんか違う人いたもう年越したい人いた <laughs> 皆さんたくさんありがとうございますということで来年もよろしくお願いします良いお年を大好き皆さんありがとう23年残らないでください全話 <laughs> 復帰き頑張るねありがとう皆さん良いお年を 最後まで可愛くてラートなりました。ありがとう。早口言葉です。ありがとう。皆さん大好きです。良いお年を。